で今からねお尻を触ってみます。頭からこう神経が出ててお尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね。でなので、ね、しっかり緩めていきます。で私がわざわざ説明したってことはそうめちゃくちゃ痛いんです。これ言葉の洗脳なんですね。痛いんです。ああ、ずっと痛い。本当にずっと痛い。ここ。そこ。もうちょっと降りてきて。ちょっと。なかなか取れないようです。これなんです。これが梨状筋です。なかなか取れなかったでしょ、腰痛。取れなかった。ヨガやっても取れないから来てるんですよ。そうです。
メージです。イメージもね、もっと出てくるね。細かいところ見てね。こっち側を上にして横向いて休みましょう。休みましょう。横向き、横向き。撮影なので顔はなんかもう自分で隠してる。あ、涙が出る。で、お尻の筋肉っていうのは、お尻の筋肉っていうのはここからここまでくっついてるんですね。なのでここをしっかり緩めてあげるとかなり効果的なんです。私がわざわざ説明したってことは、めちゃくちゃ痛いんです。そこが詰まってる感じがするんですよ。知ってますよ。